ティーということで、さっきですね、こちら木助っていう小太郎のね、あれですね、が包んできましたね、これ包んできました。これ上手。こちら私でございます、こちらやはり中華街に住んでいただきあってとても綺麗さすがですね、やっぱり血が騒ぎました、血がさ、そんなわけでですね、この後いよいよ餃子を焼いていくんですが、いくつかルールがあります。あの皆さんも分かると思うんですが、私この人数に対して今日は1でやっておりますので、とても大変なことになって、この間ね、あれ、たこ焼き来てくれた人は何度も来てくれた方ね、あの繰り返しに説明になってしまうんですが、今日はですね、僕大体のお客さんのこと見たことがあるので、あのこの間と同じ作戦でですね、あのこの間たこ焼きを作るときにそのままカンカン置いとくから、お賽銭方式でこの値段一皿300円なんで300円入れて自分で持ってってくれっつって、でそこでもうお金を取られたら俺はもうしょうがないと思ってやってるんで、もうあの500円入れたら200円自分で持ってってっていう感じで今日はやっていこうと思ってるので、で一応それですね。でもで最初の一皿は、なるべくあのみんなに食べてもらいたいなと思っているので、あの最初1、2、3、4、5、6、お思ったより来ていて、小太郎と今2人で喋ってるんですけど声が多いからビビってる小太郎なので、最初はですね2つずつ取っていただいて、3個だったけど2つね、1個100円っていうとすげえぼったくりみたいに聞こえるけど一生懸命作ったから、2個ずつですね、あの取っていっていただいて200円をカゴに放り込んでいただいてはい、でその後ですね、あの僕また新しくどんどん包んでいくので、あのみんなの食べたいですね、また包んで焼いて包んで焼いて繰り返して、えいや何度だってやるよ、だから包んであるの用意されてもつまんないじゃないですか、せっかくだからみんなの目の前で包んでやらなきゃいけないので、そう包んであげるんで、それやるともうこの企画が倒れちゃうからあ、ホットの、ね、お茶頼んだ方カウンターに来てください。うん、ありがとう。でですね、喉乾いたよっていう方がいたらですね、僕ですね、20分に一度ぐらいですね、もうカウンターに戻って飲み物タイムですというので、その時は1杯500円で頼んでますからね、あのよろしくお願いします。これは宇沢さんが来るので大丈夫だと思うんですけど、さあそんなわけでこちら今日は餃子を作るにあたってですね、私師匠を呼んでますので呼びたいと思います。あ、師匠じゃない、大将だった、間違えた準備 OK? 準備 OK? さ、というわけで俺紹介しづらいだろお前さあ紹介したいと思います。餃子の本日餃子の王将じゃないです餃子の大将から来ました店長カッパの小太郎くんでございます。どうぞ。はい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 、私は楽しかったよ。はいはい、一人倒さないでね本当だった。今日ね、小太郎君から私にですね、焼き加減のアドバイスがあるので、そうなんです、小太郎がね、ちょっとさっきひっくり返すの成功していたので、みんなの前でなんとかひっくり返したいと思ってるので、いけそう、大丈夫だよね、ギリギリ。小太郎はほら、手についても熱くないっていう特徴があるので、そうだから小太郎にちょっと慣れてきたらね、何回かひっくり返してもらおうと思ってますので、この後ですね、餃子を私焼きまして、ちょっとね、あのだからなんだよ、またなくなっちゃったから時間かかるじゃんっていうのはですね、ノークレームでお願いします特に常連さんノークレームでお願いしますね、まあ、新しく来た方もどんどんクレームしてもらって大丈夫なので、なんか帰らないで大丈夫、あ、ペン置いてね。そしてこちら店長が包んでる間に小太郎くんがリクエストでお絵描きしりとりをするだすって、かこれ段ボールに書いてあるけどね小太郎がお絵描きをして遊ぶということで、あれどこにあるんだろう、紙とかないんだ、これに、あ、これに書くのごめんな、ヒューゴ貧乏でごめん、何も用意できなくて
ね、あの寒くはねえと思うんですよ。さあ、そんなわけでですね、私今からちょっと餃子の方を焼いていこうと思ってますので、ただその間、待って、どうした？どうした？こたのね、メガネが汚れないようにメガネかけてませんから。あ、困っちゃダメ。逆に私がメガネかけてあ、そうでした。汚れないよ。みんな横歩きしただけで可愛いって言われて。やってよ。なんだそれ。カナちゃんおいで。絶対やる。さあ、開きますよ。あ、くっついちゃった。さあ、小太郎くんね、今日汚れないようにちょっとですね、こちら。どこからやっていいか分かんないけど。あ、だだ。はい、じゃあ小太郎ちょっと持ってて。って言うけど油跳ねるんだって。ああそうかそうか。あの何回も小太郎の顔見たい人はちゃんと小太郎が照らしてくれて。じゃあ私早速ですね、あの餃子の方をちょっと焼いていきたいと思います。サランラップとかね。サランラップ。サランラップ。サランラップぐるぐる巻きするわけいかないでしょ。エスパー糸方式。今日もですね、あのたこ焼きパーティー来てくれた方は分かると思うんですがね、のんびりゆっくりやってることになってますので。見えない。見えない。右目が見えない。もうしょうがない。大丈夫だ。よちよち動いて、もうめんどくせえなと思ったらビッて破っちゃって平気だ。油は後で拭こう。しょうがない。そう。小太郎は本当に一個だけ言うけど、広元だけしっかり気をつけるんだよ。で、まあホットプレート使うんで大丈夫だと思うんですけど。大丈夫そうですか。さあ、そんなわけで早速ですが、小太郎君と一緒に餃子を焼いていこうと思ってますんで。なおちゃんごめん、もうちょっと BGM を上に上げてもらっていいですか。ここからぐーっと上に上げて、13、14番のやつをぐっと上に上げて。13の上に、失礼します。あ、うなりきた。
私が焼いてる間、小太郎の華麗なダンスでお楽しみください。焼きます。あ、そうだ。今日俺あれなんですよ。ご飯自分家から持ってきて炊いたんで、後ろにあるんですよ。あのドリンクの前に皆さんごめんなさい。はい、炊飯器ね。で、あの常識の範囲内で一杯シュッてやってもらって、その日本昔話みたいな反則にして、うん、そうそう、でまた100円ぐらいひょいってやっててくれたら OK なんで100円でいきます。で、なくなったらまた炊くから俺。宇佐さん、餃子焼けます？どういうこと？餃子焼けないでしょ、やろうさん。まあ、さっき練習したんで大丈夫です。そう、練習するよ。嫌でしょ、急に俺ここに来てさ、初めての経験で焼かれたら嫌でしょ。ちょっとオーナーにやってもらって、俺ちょっと包む方に回ろうかなと思って。あるよ。コタちゃんと俺で最初一個トラップ、あの二人とも一度ですね、トラブルに巻き込まれて頼りにしてたホットプレートがここに来てぶっ壊れるっていう、そのね、コタ二人ともドン引きしたもんね。ホットプレートの加減はどれぐらいなの？これぐらい？もう無理。どんどん作ってくんでね、今日のんびりやってますよ。これ超うまくない？これさすが横浜だよね。よしよしじゃないよ。で、焼いたらお皿がそこに置いてあるんですよ、紙皿が。あの、ナマさんちょっと撮ってもらっていいですか？名指しで呼ぶっていう。これです。これ紙皿置いてありますんで、紙皿と、あとですね、フォークになっちゃうんですけど、フォークの方で醤油と、あと僕味ポンが好きなので、あの味ポン使う方は味ポンで、あとラー油あるんでお願いします。で、お酢はこぼれた時お店が臭くなるんで、お酢はないです。お酢はない。これいけるね。これ焼いてるよ、早い。ジュって言わないから、ジュって言わないからやめます。でもこの間より余裕っすよ。もうたこ焼きの時はもっとひどかったよね。もうたこ焼きの時は2人しかいなくて、あと俺エビナのイベントの帰りでもう半分気を失ってる状態でここにしてたから。
いや私全然餃子食べれてないって方も当たり前だけどどんどん作って焼いていくんでちょっと大丈夫ですよその辺は。最悪はもう隣のアコレからもう出来合いのものを持ってくるんで最悪それになるんで。コタと二人もすごい悩んだね。本当に失敗したらマジで出来合いそれだけは防ぎたくて。餃子普段家で作る人作るかな。あ、作る、やっぱ作るか、作る。じゃあちょっと後で作ってもらおうかこの間ね、たこ焼きはたこ焼き来てくれたコタちゃんも回してくれたんですよ、くるくるやって。今回さすがに包むのは無理だからコタちゃん、オッケー、いける、本当に、匂いがオッケー、本当だ。お前横でちょろちょろすんなお前油気をつけて。焼いてんの俺なのに切なくなってくるじゃん。油水を入れろってこと。水だって。お水も入れるの。早くもう入れていいんだよ。水入れて蓋しとけ。僕が入れたのに。大将。蓋の閉め方がうまい。うまい。蓋の閉め方がうまい。うまい。さすが。今日はね、この餃子を焼いてる間は僕のトークがテクニック。そうだ。今日さっきも言ったんですけど、ちなみに今日ヒューゴに初めて来たぞって方ね、いらっしゃるね、いらっしゃいませ、ありがとうございます。ちょっとしないでしょ。私ですね、店長の神崎と言いましてですね、改めて言いまして普段はミュージシャンをやっております。今日は餃子を焼いております。今日はね、真剣にみんなのお腹を満たすためだけに餃子2個だ、満たすためそうだね、餃子2個どんどん焼いていくからで、私まで届かなかったよって人すぐ作ってすぐ入れるんで待っててください。何そうだろうなで、もしもう私このままじゃお腹減ってもうクレームだわって言ったらその人優先にどんどん今日はみんなどっかからイベント越しに来た人多いっす。何かでしょ。ふにゃふにゃ何か。ああ
ゆめちゃんか、ゆめちゃん来ればいいのね、今日ね。ゆめちゃんと餃子って嫌だね、なんかゆめちゃんに餃子食べてしまうよ。ミアリーか、違う違う、小太郎それ早くやっちゃダメ、それ後半のみんなが疲れてきたらやろうって話だ。何回も見たけど、あれ疲れるんですね。ミアリー知ってる方、全員知ってる、知ってるか。ミアリーは最近なんかあんまりね、みんな今さっき話してますけど、みんなでお酒飲む前に、あの餃子の次何がいいか、もうネタ切れに近い。何がいいかな。カレー。カレー？いやカレーでもよかったらカレーにするけど。カレー美味しかったよね。カレー一回作ったんですよ。やっぱすごいありがたかったけど。みんなの言葉がどうですか、美味しいですかって言ったら、うん、家庭的って言われて、やっぱ家のカレーを超えられないんだよ。具は変えればいい。具変えればいいのか。ひき肉とナスとか。あ、そっか、キーマカレーとか。そしたら材料費が安い。そっか、材料費とかも安いか。さすがだな、言ったら。これ熱い熱い熱い。様子見てるんだ。様子見てる。どう？おいしい。これはみんなのあれです。お醤油です。どうね、茹でるのがいいんだよ。まだ包む。今日そこで包んでます。めっちゃ見たって。今日なんかあれだよね。たこ焼き来た人からするとさ、今日うまく進んでる方だよね。たこ焼きの時すごかったもんね、みんなね。早く取ってって。飲むなら飲む、飲まないなら飲まないみたいな。そう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 、お客さんにソース買ってきて。あ、これちょっといい匂いしてきた。これってどうなの、よく作る人。色が変わったらだよね。水がなくなったから、まだ、かっこいい。キャラクターに遮られるとムカつくわ。あ、お客さんいらっしゃい。カウンターでですね、先に、1500円のものをお支払いします。めっちゃいい匂いしてきたよ。いい匂いしてきたよ。じゃあ明日ね、見てる見てる、明日いろいろある方もいるので、今日は餃子にニンニクを入れませんでした。しい、大変じゃん、ちょっとニンニク臭かったらお店の方も困るので、ちょっとパンチが足りないなと思ったら、あ、ニンニクが入ってないんだ。いらっしゃいませ。大丈夫です。俺これで餃子買ってくれたら落ち込むわ。大将どうすか。どうどう、あっちいい音してる。まだもうちょっと。餃子普段結構食う。やっぱ食う。水餃子か。手間がかかる。本当にあれよ。
たこ焼きと一緒でのんびりみんなで食いながらやるんです。さっきこの話終わっちゃったじゃん。次何にするの？お好み焼き？あ、やっぱカレー？お好み焼きそば。いや、うどん買いがないでしょ。うどんだって、うどんはもう誰でもできるから。一応今回はそうだ。どう？まだ？まだ？もうちょっと。餃子ってこんな時間かかんない？かかるか？で、味はさっき味見したんで美味しいと思うんですよ。あの結構美味しいと思うんですけど、それは好みがあるから美味しくないなって思うんですけど、一番困るのはおい神崎ダマだとか一番困るので、それだけは言ってちゃんと。コタロー、俺のためにレシピ持ってきてくれたのちゃんと。コップが落ちちゃう。大きめ26個分今何人いるんだろう。30人ぐらい。30人ぐらいだね。大将いかがですか。ちょっとあげるよ。もうちょっと閉める。そうね。暑いやつ。オッケー。ちょっと。最初やってミスった時の部員が半端ないから最初俺やるわ。やってみようか。
ちょっと今度は調整します。頑張って。ごめん、ごめんね。あ、ちょっと真ん中に寄せろ。やる。やぶけそうだよ。俺よりうまい。え、みんな餃子の上乗っかっててもごめんね。オッケーオッケーオッケー。あ、でも美味しそう美味しそう。綺麗綺麗。気をつけて。よいしょ。はい、待ってないと俺がポテチ出してる。あれだ。ちょっと綺麗に並んでないけど、それはキャラさんだからごめん、許して。あ、でも美味しそう、できた。待ってないと、ちょっと俺がポテチ出してる。あ、すいません。いいよいいよ、危ないよ。オッケー。じゃあ今度は一回ちょっとステージに2人で上がろう。それ持って。やばい、息がいいね、息が。2人で作りました餃子大将先一皿目でございます。ありがとう。餃子ってこんなプルプルするっけ。あ、でも美味しそう美味しそう。オッケー。したらですね、今カゴ用意しますんで。カゴ？2個いけなさそうだよね。でもいっか、みんな待っててくれる人は待っててくれたらすごく嬉しいな。今日さ、あんまりフーゴとか来れないぞとか、久しぶり来たなって方を先にちょっと食べてもらって、ごめん、ちょっと名指しで呼べそうな人は大丈夫。ちょっと今俺やれるから。はい、そんなわけで今ちょっとですね、中野さんのところに置けますんで、ちょっと待ってください。失礼します。箸だけ置いとくのね。これをどうしたい。2つ持ってきて、2つ持ってきて、あ、でもお金を200円入れて、どういうことですか。さあ、2個ずつ取っていってくださいね、どうぞ。
頼むね。食べるね、ことだ。2人一緒でもいいですか。ちゃんとみんな大将にごちそうさまって言ってくださいね。何作るんだ。そう、野菜炒めみたいになっちゃやりたい、狭いから。じゃあ上でやろう。別に垂らさないでしょ。
宇沢さん上でやっていいって言うから上でやっていいってやるって。上げる。了解です。